こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、第116回最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、ナール、ナーシュ、です。どっぞ。これは現在進行中の話。一応自己責任刑に入るかもしれないので、読む方はその点ご了承の上でお願いします。7、8年前、自分はパワーストーンにハマっていて、いろいろ集めていました。集めてた理由は別に不思議な効果を期待したりではなくて、単純に綺麗だから。男のくせにキラキラしたものが好きで、でも当時社会人になったばかりの自分には高価な宝石なんて到底手が出ないので、安価なパワーストーンに流れたわけです。一度集め始めると熱が入るもので、気がつけばちょっとしたコレクションと言えるくらいにいろんな石を集めていました。ある日、某ネットオークションで掘り出し物を探していた時、黒い卵型の石を発見。ラブラドライトのエッグで、縦10センチくらいの大きさ。ラブラドライトは自分も何点か持っていましたが、紹介写真のそれは、そのどれよりも綺麗で、神秘的な光を放っているように見えました。欲しい。すごく欲しい。なぜか異様に引きつけられ、価格を見ると、意外なことに即決で破格の値段設定。ほとんど捨て値と言ってもいいくらいで、こんなにグレード高そうなのに、と首をかしげました。同じ石でもグレードで価格もピンキリですが、どう見ても最高級の一品にしか見えないのに。出品者の説明を見ると、海外旅行の際に買ったものということで、一度人の手に渡ったものだからこのくらい安くないと売れないのかも、と納得しました。ことパワーストーンに関しては、他人のオフルなんて絶対 NG という人もいますから、私はそういうのは全然気にしない性分だったので、すぐに落札しました。ほどなくして、その石が届きました。丁寧に梱包されていて、写真で見た通りすごく綺麗なラブラドライト。あまりに安かったので、もしかすると写真とは別の安物が送られてきたり、と一抹の不安もありましたが、間違いなく写真の石でした。いい買い物をしたと上機嫌で、出品者にお礼を言おうとネットにアクセスすると、なぜか出品者の登録情報が削除されていました。そのラブラドライトは見れば見るほど美しく、その青白い輝きを見ていると何とも言えない恍惚感を感じ、その日はその石を握りしめて眠りました。その夜、妙な夢を見たのです。どこかの薄暗い森の中、私は一本の大きな木に縛り付けられていて、目の前には小さな子供たちが10人ほど立っています。全員黒髪で肌は浅黒く、半裸に近い服装。まるでどこかの先住民のよう。その子たちが一様に、私を指さして、ナール、ナーシュ。と繰り返すのです。ナーシュ？意味がわからず呆然としていると、自分の頭上でズルズルっと何かが動くような気配。何か大きなものが、私がくくりつけられている木の上にいる。しかし、確認しようにも首が動かず上を向けない。目の前では子供たちが変わらず、ナール、ナーシュ。と繰り返しています。よく見ると子供たちは全員無表情で、まるで正気を感じない。急に恐ろしくなった私は、無我夢中で身をよじって逃げようとして、目を覚ましました。息が荒く、全身汗でびっしょり。心臓が激しくなっていました。時計を見るともう朝。そこでさっきのが夢だったと理解して変な夢を見た。シャワーでも浴びようと2階の寝室から1階へ降りると、先に起きていた姉、東方実家住まいです、と遭遇。おはよう。おはよう。何それ、目、どうしたの？目。言われて鏡を見ると、右目が真っ赤に充血していました。それから数日、私は頻繁にこの奇妙な夢を見るようになりました。縛られた私。ナール、ナーシュとつぶやく子供たち。木の上にいる何か。その度に汗だくになって飛び起き、夢だったと安堵する。何か重要な意味があるのかもしれない。最初こそさほど気にしなかったものの、こう続けて同じ夢を見ると、ただの夢だと片付けることもできなくなってきました。そしてこの夢を見た後は、必ず右目が充血しているのです。思えば、夢を見るようになったのは、例の黒い石を購入してから、あの石に何か関係があるのかも、と思うようになりました。購入してからというもの、私はあの黒い石を常に持ち歩いていました。見つめると不思議な恍惚感にとらわれ、片時も手放したくなかったのです。
外出するときはポケットに、入浴のときは一緒に持ち込み、眠るときも手に持って、文字通り肌身離さず大切にしており、今思えば少し異常なほどだったと思います。けど、夢のことを考えると、なんだか不気味にも思えてきて。今でテーブルの上にその石を置いてじっと眺めていたとき、その日は親戚の家族が遊びに来ていたのですが、その小さい子供二人が私が見ている石に気づき、近寄ってきました。5歳の S 君と、7歳の K ちゃん。何見てるの？何それ、見せて、見せて。今までこの石を誰かに見せたことはなかったのですが、子供にせがまれるとダメとは言えず、二人に見せてあげました。すごい、綺麗だねー。あ。はしゃぐ K ちゃんとは対照的に、怯えたような様子の S 君。どうしたの？それ、怖い。なぜか S 君は石を怖がっていました。K ちゃんは、何それー？と笑っていましたが、その場は何もなく、また二人は一緒に外へ遊びに行きました。それから夜になって、夕飯も終わり、そろそろ親戚家族が帰ろうと帰り支度をしていた時、私はキッチンで洗い物を片付けていたのですが、ふと背後に誰かが立つ気配を感じて振り返ると、K ちゃんが立っていました。K ちゃん。なんだか様子がおかしかったのです。顔色が真っ白で、目つきもうつろ。口の端には泡立ったよだれが垂れていました。K ちゃん、どうしたの？大丈夫？鏡込んで顔を近づけると、K ちゃんはぽつりと。ナッシュ。何が起こったのかわかりませんでした。気がつくと私は顔を押さえて倒れていて、S 君の泣き声が聞こえて、それを聞きつけた親戚のおじさんがやってきて、私の姿を見るなり。何があった？と大慌て。私はすぐに起き上がったのですが、おじさんに。動かんでいい。と言われて、椅子に座らされました。私は右目のあたりから流血していて、ボタボタと床に血が落ちるのを放心状態で見ていました。何？なんで？今、K ちゃんと話してて。おじさん、K ちゃんは？ K？ K ならそこにいるだろ。ちょっと待って、今母さんがタオル持ってくるから。言われてみると、K ちゃんは私のそばに立っていました。不思議そうな顔で。お兄ちゃん、どうしたの？という K ちゃん。足元には血のついた果物ナイフが転がっていました。そう、さっきあれで、いきなり顔。でも、理由がわからない。それに、私に切りつける直前、確かに言った。ナッシュ。と。それからすぐに病院へ運ばれました。幸いにも眼球は無事で、右目の上の眉あたりに跡が残ったものの、視力には問題ないということでした。現場は誰も見ておらず、私の怪我は転んだ拍子にナイフで切ったということで落ち着きました。後でそれとなくケイちゃんに聞いてみましたが、気がついたらお兄ちゃんが倒れてた。と言っており、覚えていない様子。私としてもケイちゃんを責める気になれず、むしろナーシュとつぶやいていたのが不気味で、あまり深く追求するのはやめました。その後、私は黒い石を持ち歩いたりすることはやめました。きっとこれが原因だ。思えばケイちゃんのことだって、直前にあの石に触らせた。この石は何かおかしい。そう考え、石を手放すことに決めました。とはいえただ捨ててしまう気にもなれず、霊感があるという友人の Y に相談してみることにしました。Y には自分の霊体験など何度か聞かせてもらったことがありましたが、いつもは友達の間で半ばネタとして話していたので、私自身 Y に本当に霊感があるのかは半信半疑でした。なので、ダメ元でとりあえず連絡してみたのです。あ、お前か。久しぶりじゃん。Y と連絡を取ったのは数ヶ月ぶりで、少し談笑した後本題に。Y さ、霊感あるって言ってたよね？あれってマジ？うん？あ、やっぱりそういう話？なんとなく予感があったようで、Y の声が急に神妙になりました。俺がパワーストーンとか集めてたの知ってるだろ？最近なんか変な感じのやつ見つけてさ。それを見てほしいって？うん？ Y は少し黙った後、いいけど。なあ、お前、今周りに誰かいるか？テレビとかつけてる？いや、部屋に一人だけど。ああ、どうしような。何かまずいの？いや、それじゃ、明日お前の家行っていいか？え？いや、こっちから行くよ、悪いし。それはいい。俺が行くから、待っててくれ。5
後日、お昼過ぎに Y が家にやってきました。おう？いらっしゃい。上がってよ。この日は家族が全員出かけていて、いつになくこわばった顔の Y を今へ案内しました。で、石っていうのは？これなんだけど。私が石を取り出すと、Y の顔色が変わりました。Y？Y はじっと石を見つめた後。お前、こんなもんどうやって手に入れた？誰かからもらったのか？いや、ネットのオークションで買ったんだけど。ああ ?Y は納得したようにうなずき、大きく息を吐きました。普段楽天家で陽気な性格の Y が、見たことがないほど神妙な顔をしているのを見て、私はなんだか怖くなりました。何かヤバそうなの？俺もよくわからんけど、何かのご神体みたいなもんじゃないかな。ご神体？日本のじゃない、どこか外国の。まあ、ちゃんとした場所に預けた方がいいわ。あんまりいい影響はないと思うし。一呼吸置いて。お前、目大丈夫か？右目。え？ドキリとしました。あの奇妙な夢を見た後は、必ず右目が充血するのです。この石見てると、目が痛い。何かあるんだろうな、これも。なあ、この石、よかったら俺が預かろうか？いきなりの意外な言葉に、正直面食らいました。俺の知り合いに、こういうのちゃんと保管してくれる人がいる。その人に渡してやるよ。これ以上ここに置いていてもあれだしな。Y の申し出は、正直ありがたいものでした。私としてもすっかり恐怖心が芽生えてしまい、この石を手放したいと思っていたのです。俺は助かるけど、いいの？うん、まあ乗りかかった船だよ。多分その子らも、その方がいいだろうしな。ありがとう、助かる。その子らって？お前の周りに子供がたくさんいる。何か全員、お前のこと指さしてるぞ。正直、血の気が引く思いでした。じゃあ、受け渡しが終わったら連絡する。そうしてその日、その石を愛に持ち帰ってもらい、私はやっと気苦労から解放されたと思いました。今日からは安心して眠れる。そう思い寝床についたのですが、また夢を見ました。気がつけば薄暗い森の中。大きな木があって、半裸の子供たちがいる。ここまではいつもと同じ。違ったのは、子供たちが全員で私にしがみついていて、目の前の木にくくりつけられているのが Y だということ。Y は怯えた顔で私に何か叫び、必死に身をよじって逃げようとしていました。見ると右目がえぐられていて、血が黒い泥のように流れていて、私も必死に逃げようとするけれど、子供とは思えないすごい力で押さえつけられて、それが10人いるのだからびくともしない。なる。なし。子供たちがつぶやくと、Y がくくりつけられた木の上の方で何かが動きました。いつもは見えなかった。けれど、この位置からは見える。大蛇。青白い鱗の大蛇が、木を伝って Y の方へずりずりと降りてきて、Y の頭の上で大きく口を開けました。Y は泣き叫んでいました。ただ、彼の声は聞こえない。そのまま彼の顔がすっぽりと蛇の口に収まり、蛇が身をよじると、あっさりと Y の首がちぎられてしまいました。私はそれを呆然と見ていて、木にくくりつけられた Y の胴体の上で、蛇がこちらへ顔を向けた。右目がない蛇。そこで目が覚めた。時間は早朝。息が荒く、心臓が激しくなっていて、全身汗でびっしょりで、顔は涙でぐしゃぐしゃ。しばらくベッドの上で、自分の体を抱きしめて泣いていました。Y が死んだ。蛇に食われた。でも夢、あれは夢だ。ただの夢。そう自分に言い聞かせて、それでも落ち着いてから、念のため Y に連絡しようかと思いましたが、妙な不安に駆られて、向こうからのその後の連絡を待とうと決めました。Y が交通事故で死んだと知ったのは、それから4日後。車で走行中、トンネルの入り口付近で反対車線に飛び出して、対向車と衝突したそうでした。私が事故現場に行った時には、もう事故の痕跡はほとんどありませんでしたが、かすかにガラスの破片やタイヤの跡らしきものが見られました。なんで Y は死んだんだろう。その痕跡を見ながら、ぼんやり考えました。私のせいなのでしょうか。あんな相談を持ちかけたから、Y はあの黒い石に、殺されたのでしょうか。あの事故から10年近く経った今でも、後悔の念が消えません。あの夢が Y の死と無関係だったとは到底思えないのです。
あの蛇と子供たちは何なのか。誰かに聞いてほしくて、この話を投稿しました。何かわかる、あるいは知っている人はいませんか？ただ、ごめんなさい。ケイちゃんやワイのこともあり、今まで誰かに話したことなんてないから、これを読んだことで何か影響が出るものなのかはわかりません。ただ、あの蛇はかなり執念深いようです。今でもあの夢は見るし、私の右目は白内障で見えなくなってしまったし、Y の事故現場で拾ったあの黒い石のかけらも、今手元にあるのです。やっぱり、すごく綺麗。まだ持っとるんかい？見入られてるな。その卵は蛇の餌、あるいはそのマーキング用ではないだろうか。ググってみたら、ロシア語でナードナーシュ、私たちの上にっていうのがあったけど、木の上に蛇がいるならシチュエーションには合ってるよね。関係あるのかな？関係あるとしたら、全員黒髪で肌は浅黒く、半裸に近い服装。は生贄にされた奴隷とかそういうことになんのかな？ヒンディー語で、ナールイコール獲物、ナーシュイコール死すべき運命。怖い。では、皆様のコメを見ていきましょう。こういう呪われてるもののスレって絶対主死なないよな。文章うまいわ。こういうのがいい塩梅って感じ。わーい、ナールナーシュ大好き。私も一時期パワーストーンに凝ってた。私自身は特に何も感じなくて、効能なんて気のものだと思ってるけど、勘の強い母は石関連の不思議な話いくつか持ってる。人形、人型に入りやすいって言われるように石にも何か入りそうっていうのはなんとなく感じる。写真の像の右目の石でしょ。インドの心臓から宝石抜いたらたたられた、は宝石界隈ではよく聞く呪い。友達に霊感ある人いるっていいな。そもそも友達おらんな。では次に参りましょう。第2話目は、満島祭の夜に、です。どっぞ。私の地元には満島祭と呼ばれる祭りがある。その名の通り、一万を超す数の明かりが暗灯や提灯に灯され、神仏への供物として並べられる。ほら、これが祭りの詳細だ。私は友人の A 君にパンフレットを渡した。大学で考古学を専攻している A 君は、興味深そうにパンフレットを眺める。満島祭、それとも満島祭と呼ぶのかな？と A 君が尋ねる。満島祭と呼ぶらしい、と私は答えた。祭りの正式な名前は別に存在しているが、一般的には満島祭という呼び名が広まっている。大学の同期生である A 君は A 地県の出身であり、ここ S 県のことには詳しくない。大学の夏休みを利用して、S 県を案内して回ろうと考え、満島祭のことを私は紹介した。火を神様に捧げる祭り、それは日本全国どこでも見かけるありきたりなタイプの祭りだね。満島祭という名前も、全く同名の祭りが日本中で行われている。だけど、1万という明かりの数はかなり多い。さぞ規模の大きい盛大な祭りなのだろう。素直に面白そうだといえば可愛げがあるのだが、A 君には少しばかり気取ったところがある。A 君が一応の興味を示したので、私と A 君は満島祭に向かうことにした。満島祭は、山岩寺とか山岩寺さんと地元で呼ばれている寺の境内にて、毎年開催されている。寺の本当の名前は別にあるのだが、すっかり通称の山岩寺の方が浸透してしまっている。山岩寺は小さな山を丸々境内に持つ広大な寺で、山の各所には石仏や魔外仏がたくさん鎮座している。満島祭では、これら石仏の一つ一つに安頓をお供えする。安頓は和ろうそくに神様の火である浄火を移し、火が風でかき消えないように、四方を足を張り巡らせて作った囲いで覆って完成だ。ろうそくには願いを書き込むと叶う。私は恋愛成就と書いた。僕は学業成就で。と宣言して、A 君はさらさらと自分のろうそくに筆を走らせる。相変わらずお堅いな、と私が茶化すが、A 君は気にも留めない。色恋よりも研究が大事な A 君らしい願い事だった。お堂の横にはごまきが組まれ、神様の火が天に向かって燃え盛っている。私と A 君はろうそくに火を移した。
ろうそくを行灯に収納し、行灯を持って火が消えないように慎重に境内を歩く。境内には数百の石仏が安置されている。真新しいもの、苔むしたもの、ひび割れ欠損したもの。新旧様々、その石仏が制作された年代はバラバラで、保存状態もまちまち。それらの石仏の中から、自分の気に入った仏様を一つ選んで、行灯を備える。行灯を備えた仏様は次の満灯祭までの間、守り神として行灯を捧げた人を見守ってくださる。そのように地元では信じられている。どの石仏にもすでに行灯が捧げられているね。A 君が残念そうにつぶやく。仕方ないさ。もう夜も深い。地元の檀家さんたちは捧げ終わった後だろう。今頃、石仏巡りをしているのは私たちみたいな観光客だけだ。私はそう言ってあたりを見渡す。寺の境内、石仏巡りの順路には数えるほどしか人はいない。その数人も行灯を捧げ終わった後のようであり、未だに行灯を手に持っているのは私と A 君だけだと思われた。とっておきの場所を知っている。来てくれるか？私は A 君の手を引き、順路から外れたところにある石段を上がった。88段あると言われている石段を登り切る。そこには木々に囲まれた小さな広場がある。広場の中央には背の丈よりも高い石製の五輪塔。そびえ立つ五輪塔のすぐ足元には、高さ30センチほどの小さな五輪塔が数十基、つつましやかに控えている。いずれの五輪塔にも円筒形の行灯が奉納されていて、それらの明かりが本来真っ暗であるはずの山域を煌々と照らしている。神秘の山、幽玄の世界。数十のろうそくが揺らめく明かりは、広場の中央にそびえる石の塔を神々しく照らしていた。美しい。と A 君がつぶやいた。さあ石仏に備えよう。五輪塔群の裏側、影になってるところに石仏がたくさんあるから。広場の中央、五輪塔をぐるりと回り込んで、広場の奥まったところにわだかまる暗がりへと案内した。薄暗い中に100体近い石仏がひっそりと群れている。仏様もここまで数が多いと不気味だね。と A 君がぼそりとつぶやいた。京都、石宝寺の500羅漢よりは石仏の数ははるかに少ないが、それでもここ山岩寺の名所、祈りの広場に並ぶ石仏の数々には圧倒される。100体近い石仏のうち、いくつかの石仏の前にはすでに行灯が備えられている。私はこの石仏に備えるよ。色黒の石仏だ。きっとご利益がある。私は直感で石仏を選んだ。他の石仏よりもひときわ色の黒い石に彫られた石仏だ。A 君はとても古そうな苔の生えた石仏に行灯を備えた。手を合わせてお祈りをし、元来た道を引き返す。石段を下ろうとしたとき、下から行灯の明かりが一気、スーッと登ってくる。誰かが祈りの広場の石仏に行灯を備えようと、石段を登ってきているのだろう。明かりは近づいてくる。やがて明かりが私たちの目の前までやってきて、不意に止まった。よう、誰かと思えば M さんちの長男坊じゃないか。明かりの主は陽気な声を出した。よく見れば、行灯を持って石段を登ってきたのは、山向こうの集落に住んでいる王君という名の青年だった。なんだ王君か。集落行事が嫌いな君が祭りに参加するなんて珍しい。この行灯は石仏に備えるんじゃねえよ。例の赤い石灯籠に火を灯すためさ。赤い石灯籠？私は首をかしげた。それは確か、地元に伝わる伝説だ。祈りの広場から獣道を進んだ先にたどり着ける小さな荒れ地。うっそうと茂る木々の間に開けた荒れ地、その赤い石灯籠はそこに存在するという噂だ。犬の国、山岩寺の赤い石灯籠に火を灯す。縄に繋がれ海を渡りし一族が、イザナイの炎に捧げられし、まほろばの恨みは地に道の覆う。ふるさとに伝わる出典不明の噂話。郷土史のどの資料にも載っていない。私の祖父から口伝で聞いたことがある程度の話だ。何でも、石灯籠に火を灯したものは発狂するのだとか、火を灯すところを見るのも良くない、らしい。実際、そんな石灯籠は境内のどこにも存在しない。子供の頃、山に分け入って赤い石灯籠を探したことがあった。やぶをかき分け、小枝を払って、祈りの広場周辺を調べ尽くした。灯籠どころか荒れ地すら見つからなかった。荒れ地に至る獣道とやらもはっきりしない。
私はその噂話を簡潔に A 君に説明し、ついでに A 君に O 君を紹介してやった。興味深い言い伝えがここにはあるのですね。と A 君が話す。言い伝えなんて大層なもんじゃないよ。ただの子供騙しの噂話さ。と O 君がカッコつける。A 君と O 君は気があったようで、赤い石灯籠の伝説をテーマに話をしている。O 君の話は、私の祖父から聞かされていたものとほぼ同じものだった。赤い石灯籠のある荒地へは、祈りの広場から獣道を進むことでしか到着できない、という点も一致している。だが、一点だけ聞いたことのない話があった。満頭祭の日に獣道は開かれる、という話だ。O 君はその話をもとに、今日ここへ登ってきたのだという。初耳だな、と私が言うと。俺の家の倉庫からその話が書かれたメモを見つけたからな。と O 君が答えた。私たち三人は赤い石灯籠に至る道を探すことにした。獣道は簡単に見つかった。祈りの広場の石仏がたくさん並ぶすぐ脇に、薄明かりに照らされて獣道が浮かび上がって見えた。子供の頃、日中に獣道を探した時は見つからなかった。だが今晩はあっさりと見つかった。昼間は見えない道。満頭祭の日のみ見える道。A 君は、紅葉の加減ではないか。と考察していた。昼間は太陽の光が上空から降り注ぐ。光は木々が伸ばす枝葉に遮られ、地上を走る獣道に暗い影を落とす。日中に家の外から屋内を見ると何も様子がわからないように、光あふれる日中において、明るいところから暗いところを見ると、暗いところは何も見えなくなる。だから昼間には見つけにくい獣道。A 君の解説はなるほど納得できるものだった。私たちは獣道を進む。獣道の両側にはシャクナゲの低木群。シャクナゲの枝はみっしりと伸び、この木々をかき分けて進むのは困難である。木々の茂る林から分け入り、そこから獣道へと進もうとすると、シャクナゲの群生地に阻まれて先に進めなくなるわけだ。つまり、赤い石灯籠のある荒地へ至る獣道は祈りの広場からしか通れない。そのようになっているわけだ。シャクナゲが市街地によくある並木道のように、獣道の両側にずっと生えている。何分ぐらい歩いただろうか。暗い闇の中、同じような景色がずっと続いているため、時間感覚や方向感覚、距離感覚も奪われつつある。やがて、細い獣道は開け、本当に荒地に出た。せいぜい9畳ほどの狭いスペースだが、確かに荒地はあった。除草剤を撒いたみたいにした草は茶色く枯れ、赤茶けた地表が剥き出しになっている。荒地の奥に何かある。明かりは O 君が持つアンドンの明かりのみ。俺が見てくるよ。O 君は怖がることなく、荒地の奥まで進んでいった。O 君が旗と立ち止まる。ああ。と驚いたような声を O 君が口にした。O 君の見つめる先、例の石灯籠があった。この灯籠、赤く、はないね。と A 君。本当にあるとはな、と私がつぶやく。O 君は何も言わず、私たちに一言たりとも断りを入れず、アンドンの中のろうそくを、灯籠の中にろうを垂らして立てた。おいおい、灯籠に火を灯したら呪われるのだろ。大丈夫か。と私は突然の O 君の行動にビビってうろたえながら言う。O 君は何も言わない。私と A 君に背を向けて、無言で立ったままの O 君。おい、O 君どうした？ O さん、一体？私たち二人は声をかける。突然、O 君の肩が震え出した。カタカタ、カタカタ。首を奇妙に振り回して、何かに取り憑かれたかのような、人間の動きとは思えぬ仕草だ。キツネ付きだとか、悪霊付きのような、そんな動きだ。お、おい。私は恐る恐る、O 君の肩に手を置いた。瞬間、私の手は思い切りガッと掴まれた。O 君の手が、私の手を強い力で掴んでいる。私は恐怖のあまり、その手を無理やり振りほどいた。ああ。とうめき声を上げて振り返り、O 君はニコリと笑った。いや、冗談だよ。ビビった？と O 君はほがらかに言った。まさか、演技か今のは？嘘だろ、信じられない冗談だ。悪いな、そんなに驚くとは思わなかったぜ。赤い石灯籠に火を灯したら何か起こると思ったのだがな。拍子抜けだ。
そう言うと王君がため息をついた。僕はもう帰る。王君がそう言って背を向けた。よく考えると、たった三人で肝試しなどして何が楽しいのか。呪いや伝説なんて信じているわけでなし。獣道と荒れ地はあったが、灯籠は赤くない。普通の石灯籠だった。強いて言えば、少し朽ちていたことが気になったぐらいだ。しらけてしまった私たちは獣道を引き返し、翌日また三人で集まって一杯飲もうと約束して別れた。翌日、王君が焼け死んだという話を実家の隣人から聞いた。万灯祭からの帰宅後に、自ら部屋に灯油を撒いて火をつけたそうだ。山向こうの集落にある王君の家は全焼し、王君の家族も火傷を負った。私と A 君は話し合った。昨日の出来事と王君の昇進自殺は何か関係があるのだろうかと。王君が自殺しそうな雰囲気などなかった。しかし、他殺や事故ではないことは王君の家族が証言しているそうだ。私たちは王君の家族に話を聞きに行くことにした。王君の父親に会って話を聞いた。顔に火傷を受けたらしく、顔の右半分に包帯を巻いている。荒れ地の灯籠に火を灯した話を聞かせると、王君の父親は目を見開いて。それで灯籠の色は赤かったのか?と私の肩を両手で掴んで、役でも決めているかのような顔で叫び出した。赤い灯籠、赤い灯籠。と同じ言葉を繰り返す王君の父親。父親の後ろでは小学生ぐらいの背丈の少年、確か王君の弟だった、が、狐のような目でこちらを睨みつけていた。私たちは気味が悪くなって、適当な理由をつけて王家を去った。いよいよ、赤い石灯籠に何か呪いのような超常的な力が宿っているのでは、私たちの身にも何か起こるのでは、と恐れを抱いた私たちは、山岩寺の和尚に助けを請うた。和尚は万灯祭の後片付けで、忙しそうに提灯を折りたたみながら、めんどくさそうに私たちの話を聞いてくれた。話は理解しましたが、当山の管轄ではありませんな。その石灯籠の話は拙僧も聞いたことはありますが、これは慶神社の養分ですわ。と、慶神社の管主の連絡先を渡された。明治政府による神仏分離令の交付に伴い、山岩寺と境内を共有していた慶神社は独立分離し、今では別の場所に社殿を構えているのだとか。慶神社に携帯で連絡を入れ、事情を説明すると。すぐに来てください。とのことだ。電話に出た慶神社の神官は若い頼りなさそうな声だった。隣町の慶神社へすぐに向かった。また厄介な案件を持ち込んだものですね。困った若者たちだ。社務所に入ってすぐ、丸眼鏡をかけたひょろっと背の高い、白い狩り衣を着た官主が声をかけてきた。声の感じから、きっと電話に出た人物と同一人物だろう。さあお払いです。素早く済ませましょう。ああ忙しい。と早口で言ったかと思うと、私たち二人を神社の本殿へと追い立てた。横川と名乗った官主は、御幣を二度三度と、本殿の御座の前に座る私たち二人の頭の上を往復させ、祝詞を唱えた。次に、日本酒と思わしき透明な液体が入った灰に手を浸し、そのしぶきを虚空に振りまいた。お払い終わりです。と神官はそっけなく言った。え?これだけ、と私が抗議すると。あなたは M 家の人間でしょうに。ならば赤い石灯籠の呪いには害されませんよ。と不思議なことを言った。私の実家、M 家は、古代に存在した野守と呼ばれる役職についていた由緒ある一族なのだとか。だから、石灯籠に火を灯したところを見たぐらいでは、せいぜい悪夢を見るかもしれない程度で済むのだと官主は語る。悪夢を見ることすら嫌だ、とまた私が抗議すると。それくらい我慢なさい。と逆に叱られた。誠に理不尽である。あなたは先にお帰りなさい。しかしそちらの君は残ってもらいましょう。官主は御幣で A 君を指さした。私は、なぜ A 君が残されるのだ、とか、私も一緒にいる、と主張したのだが、官主は、さっさとお帰りなさい。の一点張りだった。最終的に A 君の、先に帰っていてほしい。との説得で、しぶしぶ私は実家へと戻った。実家で待っていると、インターホンが鳴った。出ると、そこにはジーンズに襟付きの白シャツに着替えた官主と A 君が立っていた。
務めは果たしましたので、また後日、お払い料金の請求に伺います。と事務的に神主は言い放ち、さっさと車を走らせ去っていった。お払いは終わったのかい？お払いというか、ほとんど神主さんと話をしていただけだよ。あとこれをもらった。A 君が手に持っているものは、K 神社のお札のようだった。これを決して手放さず、毎日肌身離さず持ち歩く必要があるのだとか。話がある。と A 君は真剣な顔をしていった。温かいコーヒーを2杯入れて、私の部屋で話を聞いた。A 君が語る話は、私の実家がある小さな集落と、山岩寺の石灯籠にまつわる物語であった。それは渡来人の物語であった。渡来人とは、古代、大陸から日本に渡ってきた人間のことを指すらしい。渡来人は時に新しい技術や思想を持ち込み、日本の文化発展に寄与してきた。時の政権に依頼され海を渡った渡来人たち。日本では厚遇され、地位を与えられ、また功績があれば土地を与えられ、あるものは日本人として同化した。しかし、頼まれて海を渡った渡来人とは別に、戦争の結果として略奪され、縄に繋がれ海を渡った大陸の者たちがいた。古代の戦争とは土地を取り合うだけでなく、人を取り合うものだった。技術を持った人間をさらう。教養を持った、あるいは知識を持った人間をさらう。何も才能がない人間もとりあえずさらう。そうして日本にやってきた者たちもいた。渡来人は日本のある場所に住まわされた。そのある場所は、私の実家がある小さな集落だ。私の実家があるあたりには高い地位を持った渡来人たちが住み、旗織りや芋の師といった専門職に就いた。対して、王君の住む集落には縄につながれ海を渡った大陸の者たちが住み着いた。手に職を持たず、まじないや雨乞いなどの真似事をして食いつなぎ、稀に労役に出て日銭を稼ぐ。そのような人たちの住処だったという。私の実家、M 家は自前の豪族であり、これら海を渡ってきた者たちの監視役だったそうだ。ここまでは、僕が調べて知った。あるいは推測した事柄だよ。と A 君はいい、コーヒーを一口だけ飲んで一息ついた。勤勉な A 君は万灯祭に参加する前に、祭りや寺の起源と集落の歴史について予習していたのだとか。それから、神主に聞かされたという、赤い石灯籠の由来について A 君は語る。渡来人たちが、M 家のある集落、仮に M 村とする、で暮らして長く時が過ぎた頃。多くの者たちは日本の文化に馴染み、もともと日本に暮らしていた人々と深く交流して、やがて日本人としての常識や暮らしを確立して生活し始めた。つまり日本に帰化したわけだ。ただ、一部の人々、王家のある集落で暮らす人々、仮に大村とする、は、断固として日本式の暮らしを受け入れず、元いた国の常識を振りかざして生活していた。日本式の暮らしを受け入れて、みんなの助けになる食料に就く M 村の者たち。日本式の暮らしを拒否し、まともな食に就かぬ大村の者たち。当然、前者の暮らしは豊かになり、後者は貧しい暮らしとなった。似たような境遇の者同士で貧富の差ができたわけだ。と A 君が言う。それで大村は M 村の人々を妬み、まじないをかけた？違う。もっとひどいことだ。M 村の子供をさらって殺した。また咲き、逆さずり、串刺しに火炙り。人としての尊厳を最大限奪う意図を込めて殺害した。当然、M 村の者たちは怒り、子供を殺した大村の犯人たちの元へ詰め寄った。子供殺しの犯人たちは、我々の先祖が暮らしていた国では子供殺しは重罪ではない。だからお前たちに我々は裁かれない。と居直った。彼らの国では親の価値が高く、この価値は家畜よりも低かった。親がいるから子が生まれる。逆はない。だから、子は偉くない。子は産んでもらった以上、親に忠厚を尽くし、時には命を捧げるものだという思想がその国にはある。子供は死んでもまた産めるだろう。と犯人たちは歯をむき出しにして笑いながら言ったという。それを聞いた M 村の人々は怒りが沸点に達した。M 村の者たちは手にくわやすきを携え、松明を掲げ、大村の人々に襲いかかった。逃げ惑う大村の人々。山岩寺の境内、山中へと逃げ込む。祈りの広場を抜け、尺投げの並木を過ぎて、大村の人々はまだ逃げる。
やがて、追い詰められた大村の人々はある場所で逃げることを諦めた。ある者は太い木の枝を武器に、ある者は石を投げ、ある者は獣のように噛みついて M 村の人々に対抗した。ここに M 村と大村の人間たちによる壮絶な殺し合いが始まった。刃物や飛び道具ではなく、木製の農工具や鈍器での殺し合いである。戦いはまだ日の落ちきらぬ夜7時頃に始まり、数時間にわたって続いた。鈍器が人体を陥没させる鈍い音、骨が折れ、肉はえぐれ、血がじわりと流れ出る。M 家の武人たちが弓矢と鉄器を携え仲裁に入るまで、その地獄は続いたそうだ。その殺し合いがあった場所には慶神社が建てられ、明治維新までその場所で M 村と大村の死者の怨念を鎮めていた。石灯籠も慶神社の創設とともに作られ、慶神社の移転に伴い、その荒れ地に打ち捨てられたままになった。赤い石灯籠という口伝は、この石灯籠と、争いで流れた血が連想ゲームのようにして組み合わさって生まれた伝説だとか。本当はこの話、神主さんには口止めされていたけど、どうしても話したくなってね。A 君はそう言って話を締めた。その夜、奇妙な夢を見て目が覚めた。祈りの広場で私と A 君が安頓を捧げた石仏の前に、黒い人影がぼーっと立っている夢だ。時計の針は午前2時を示している。ふとベッドの横に置いてあるサイドテーブルの方を眺めると、見慣れぬものが気丈に置かれているのが見えた。慶神社のお札。その下には A 君にあげた万灯祭のパンフレット。パンフレットには、赤い石灯籠を見に行ってバツバツバツ。と A 君の字で書かれていた。最後の3文字は読み取れない。私は嫌な予感がして、お札を握りしめて家を飛び出した。山岩寺の境内、88段の石段を駆け上がる。先ほど夢に見た場所、祈りの広場にある100体の石仏。万灯祭の人は異なり、安頓の明かりが一つたりともなく、場は炭を流したような闇に包まれている。懐中電灯の頼りない明かりで石仏を照らす。一昨日、私が安頓を捧げた黒い石仏を見る。あの人変わりない石仏の姿にほっとする。A 君が安頓を捧げた苔むした石仏。その姿は見るも無残に砕け散っていた。私は獣道を駆ける。A 君が無事でいてほしい。それだけを思って尺投げの並木を走る。荒れ地に着いた。息を整え、懐中電灯の明かりをゆっくりと石灯籠に向けると。うなり声、獣のような。手負いの人間が上げる断末魔のような。懐中電灯の光の前を人影が素早く通り過ぎる。A 君か?と私は問いかける。答えはない。ただうなり声だけが当たりにこだまする。ふと、私の真後ろに人が立つ気配がした。そしてうなり声がピタリと止まった。振り返れない。振り返れば見てしまう。間違いなく何かがいるのだから。お前か。かすれた声、血生臭い吐息、そして何やら残念そうな調子の声。舌打ちのような声を発して、真後ろに立つ人の気配は遠ざかっていった。恐る恐る振り返る。じりじりと後ずさりしてから、懐中電灯で声のしていたあたりを照らした。何もいなかった。ほっとした。気が抜けて、腕をだらりと垂らす。手が何か硬いものに当たった。触った感じでは、その硬いものはしっとりと濡れている。明かりで照らしてみれば、それは霊の石灯籠であった。雨が降ったわけでもないのに、しっかりと濡れている。一昨日と石灯籠の色が違った。一昨日は薄いネズミ色だった石灯籠。今日は、赤い。赤黒いと表現した方が正しいか。赤い石灯籠に火を灯す。赤い灯籠、赤い灯籠。赤い石灯籠に行ってバツバツバツ。王君の言葉、王君の父親の言葉、そして A 君が残した言葉。赤い、赤い、血の色。血に濡れた赤い石灯籠。それが私の目の前に、異様な存在感を放っている。私はその場から逃げ出した。慶神社の社務所には夜遅いにもかかわらず明かりが灯っていた。神主は私の顔色と手にへばりついた血を見て、すべてを察してくれた。A 君はやはり見つかりませんでしたか。はい。私は疲れ果て、うなだれた。割れた石仏、赤い石灯籠、獣ようにうなる人影。意味のわからない理不尽なことばかり。神主は多くを語らず、
ただ二つのことだけを教えてくれた。一つは、A 君はもう戻らないこと。もう一つは、荒れ地で私が見た獣のような人影のことだった。あれは魔道に落ちた人間だと神主は言う。石灯籠に己の子供の魂を捧げる。魂はろうそくの明かりに例えられる。荒れ地の石灯籠という、太古の昔に巻き起こった騒乱で死んだ者たちの怨念が封じられた呪物。それに実の子供の魂を捧げ、さらにもう一人、王君の弟にあたる人物の血液を捧げた。石灯籠に塗られた血は王君の弟のものだろう。神主はそのように説明した。実の子を殺し、呪いを解き放ったその男。何のために、実の子を二人殺して、王君の父親は何がしたかったのです？私は神主にそう問うた。本人に聞いてください。私は知りたくはありませんがね。と冷たく神主は突き放した。犬の刻、山岩寺の赤い石灯籠に火を灯す。縄に繋がれ海を渡りし一族が、イザナイの炎に捧げられし、まほろばの恨みは血に満ちの覆う。ここまではあなた方 M 村の人々に伝わっている口伝でしたね。満頭祭の日に獣道は開かれる。そして、これが大村にのみ伝わる口伝の続き。さらにもう一節、続きがあります。神主は真顔でそう語る。魂、血、肉を捧げる。この世の鎖から解き放たれ、海を渡る。永遠の楽土へと海を渡る。どういう、意味ですか？と私は聞くが。ただのおまじないですよ。意味などありません。と神主は答えた。言葉には主が宿るのだと神主は言う。赤い石灯籠の儀式、その全文をどこかで知った王の父親は試してみたくなった。主が王の父に移ったのだという。大村の特定の家系には、子は親の所有物であり乱雑に扱ってもいい、という因習がまだ残り、王の父は何の迷いもなく子を家にした。まだいるのですよ。科学の発達した現代でも、まじないを信じ、人を人とも思わない畜生のような行動をとる人間がね。あなた、関わらないことですよ。そのような人々とは、赤い石灯籠のことは忘れなさい。王家のことも、そして A 君のことも。と神主は話を結んだ。それから、何年もの月日が過ぎた。王の父親は行方不明、王君と王弟は死亡。王の母親もいつの間にか集落から姿を消し、王家は途絶えた。A 君は行方不明のまま。私は毎年、満頭祭の日に安頓を持って祈りの広場に立つ。A 君の面影を探して、どこかでまた会えることを信じて。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。悲しいのと怖いのと、神様系のたたりより人の呪いの方がゾッとする怖さがある気がしました。肝試しの最中、王君は赤い石灯籠に、と言ってますね。A 君も残したパンフレットに赤い石灯籠と記してますね。呪いに触れると赤く見えてしまうのでしょうか。怖いです。結局誰でも彼でも連れてくる。昔から大陸の血筋にはリセ村の概念があったのか。では次に参りましょう。第3話目は、真夜中の宴会、です。ドットン。先日、とあるこじんまりとした旅館に泊まった。少し不便なところにあるので訪れる人も少なく、静かなのが気に入った。スタッフは気が利くし、庭も綺麗、部屋も清潔。文句なしの有料旅館だ。山の中にあるため夜遊びする場所もなく、日付が変わる頃には旅館の中は静まり返っていた。早めに床に着いた俺は、夜中の2時過ぎ頃かな、なぜか目が覚めてしまったんだ。その後寝つけないので、静まり返った館内を探検してみようか、なんて思いついた。部屋のドアを開けると、廊下は電気が消えていて真っ暗。非常口を示す緑の明かりだけが、寒々しく廊下を照らしている。旅館にしては不自然だが、省エネかな？大変だな、などとバカなことを考えながら、俺は肝試し気分で探検をしていた。突然目の前で人が動いた気がして、俺は目を凝らした。窓から入ってくる月明かりの中、客室のドアの前で何かをしている旅館スタッフのおっさんがぼんやりと見えた。
カチャカチャという小さな金属音が聞こえたので、まさか盗みに入るつもりかと思い、俺は隠れて様子を伺っていた。だが彼は、ドアを開けようとしていたのではなかった。ドアに南京錠をかけていたのだ。俺はまずいものを見た気がして、物陰に身を潜めてじっとしていた。鍵をかけ終わったのか、おっさんがこちらに歩いてくる。この先にあるのは俺の部屋だ。彼は俺を閉じ込めるつもりなんだ。体がこわばった。何かわからんが危険だ。絶対に見つかってはいけない。そう思って必死で息を殺していたが、俺の横を通り過ぎた時、おっさんはあっさり俺を見つけてしまった。おっさんはひどく狼狽しながら腕時計を見て。仕方ないな、一緒に来てください。と言って俺を無理やり立たせて、どこかに引っ張っていこうとした。逃げようにも、すぐに何人ものスタッフが来て俺を取り囲み、その中の一人が持っていたバカでかいチャッカマンみたいのを向けながら。無事でいたければ、絶対に声を上げないでください。というので、俺はおとなしく彼らについていくしかなかった。連行されたのは宴会場だった。電気の消えた暗い旅館の中で、そこだけは電気が全部ついていて明るかった。旅館の人や地元住民っぽい大人がたくさんいて、さらにテーブルの上には郷土料理みたいのがたくさん並んでいて、いつでも宴会が始められるようにスタンバイしてあった。適当な席に座らされると、40代くらいのおばさんが俺の前に来て、運が悪かったねえ、心落ち着けてれば大丈夫だから、頑張ろうねえ。などと、しきりに俺を元気づけて、くれた。やがてこわもてのおじさんが俺の横に座り、強い口調で言った。宴会始まったらな、楽しく飲み食いするんだぞ。そりゃあもう楽しげにな。そのうち新しい客が来るけど、その人のことは気にするな。気にしてしまいそうなら、その人のことは見るんじゃない。ただし、目をそらすなら、不自然にならないようにな。決して楽しそうな雰囲気を壊すな。年に一度必ずお迎えしなくちゃいけない相手だからな、絶対に無礼を働くな。やがて宴会が始まった。おばちゃんたちが気を使って料理をそってくれたり、ビール注いでくれたりしたが、俺は料理を箸でつつくのが精一杯だった。みんな表面上は楽しそうにしているが、何かに怯えているのは明らかだった。目なんか覚まさなければ、と自分を責めているうちに、突然部屋の温度が下がったように感じた。暗い廊下の向こうから、ピタ、ピタ、という足音が、ゆっくりと近づいてくる。旅館の人たちは気づかないふりでもしているのか、それまで以上に楽しそうに騒いだり、料理を食べたりしている。下手に喋るとやぶへびな気がして、俺は美味しい料理に熱中してるふりをした。やがて足音が変わった。木の廊下から、畳張りの宴会場に上がってきたのだ。料理ばかり見つめている俺の視界の隅を、2本の足が通り過ぎた気がした。黒い、というよりも、暗い、という表現が合う、おかしな存在感の足。子供か女の足のように細いが、ひどく重さを感じる足。それは横長なテーブルをぐるりと迂回し、俺の斜め向かいにやってきて、座布団に腰を下ろした。皿の上の料理をつつきながら、悲鳴を上げそうになるのを一生懸命こらえてるうち、不意に重苦しい冷たい空気が消えたので、俺は思わず顔を上げた。周りには先ほどまでの作り笑顔をやめて、ほっとした表情のみんなの顔。終わったよ。と隣の席にいたおばさんに言われ、俺の体から一気に力が抜けていった。その後、恐ろしい体験を共有した者同士の、本当の宴会が始まった。さっきまで味が全然わからなかった料理を美味しくいただいて、酒を飲み交わして、その場にいたすべての人と妙な連帯感を共有した。部屋にかけてた南京錠もすべて回収したようで、おそらく宿泊客の中に、閉じ込められていたことに気づいた人はいないだろう。気がつくと夜も明けかかっていて、俺は部屋に戻って寝直した。目が覚めた時にはもう日は高く昇っていて、部屋の外はなんてことない普通の旅館に戻ってた。予定時間よりも少し遅れてチェックアウトをしたが、あんたはもう仲間だよ、またいつでも来てね。と、旅館の人が総出で見送ってくれた。みんな名残惜しそうにしてくれたし、俺もこの人たちと離れるのは悲しかった。もう彼らは俺の友人になっていた。あの出来事のせいで、すごく強い絆が生まれたのがわかるんだ。ただ、そうであっても、俺があの旅館に行くことはもう二度とないだろう。
聴者の皆様の反応を見ていきましょう。顔なしの最終形態のシーンを思い出した。神様っていい神様も怖い神様も割と一年に一回来る感じのお話をよく聞く。お祭りなんかも一年に一回だったり。怖い思いしたけど、レア体験だと思うとちょっと羨ましいかも。この会がなんか見方によっては、陽気ばっかの同窓会に呼ばれた陰気みたいで、なんか少しかわいそうに思えてしまった。では、次でラストです。最後のお話は、キバ、です。どうぞ。墓参りに行ってて思い出したじいちゃんのじいちゃんの話。書きにくいので、じいちゃん目線で書きます。じいちゃん、じいちゃんのじいちゃんは、代々の漁師で、深い山奥に山小屋を築いて何ヶ月もこもり、一匹の大きな犬と漁をして時折、妻と子が住む山陽川の山裾の集落に降りては、なめした皮と干した肉を持って降りて糧にしてた。ある日、犬が走り出したのでじいちゃんは獲物かと半日近く犬を追いかけたら、大きな猿が、子供にじりじりと間を詰めてて、こやいかんとじいちゃんは鉄砲をぶっ放し、示談を込めて、猿を狙い直したらなんもいなくなってた。あやややと思ったじいちゃんは犬を呼ぶと、犬が甘えるような切なそうにクーンクーンと鳴く。それでじいちゃんが辺りを探ると、沢の音が聞こえてきて、音の方に行くと、犬が伏せの格好で沢の反対側、ヤブが茂った方を向いてた。じいちゃんはここらの山は知り尽くしてるので、沢などあったか?と、マークをたくさん作りながら、犬のそばに行くと、とても古い祠があり、苔やヤブに荒らされてみすぼらしかったらしい。じいちゃんは犬を撫でながらさっきの猿が消え、子供もどこにもいないことにムムムっと思いながら沢で水を補給して、遅い昼飯を食べつつ犬を見ると、先ほど猿に襲われてた子供がじいちゃんの犬の頭を撫でてた。じいちゃんは腰が抜けるほど驚いて、子供に叫んだ。ゆっくり離れろと。その大きな犬はじいちゃん以外の人になれず、人も噛むので山から降りるときは、山裾にくくってたらしい。だけど犬はおとなしくして、じいちゃんはまたムムムっと思った。犬に駆け寄り、犬の首を抱きしめ押さえながら、じいちゃんは子供にさっきの猿はどうした?怪我はないか?と尋ねると。さっきの日は昔に海を越えてきた。我が力が弱まり、牙も折られてこのままだと、奴が力を取り戻してしまう。と。それでその方の牙を貸してくれ。出雲大社に行ってそちらの牙を磨いてきてくれ。と言われ、指を指してきた。子供は顔つきは男の子だが、白銀の髪を腰まで伸ばした姿で、それ以上とてもとても話しかけられなくて、でも子供の指を指した腰をまさぐると、じいちゃん自慢の山刀に触れた。じいちゃんの山刀は刃渡り60センチぐらいあり、刃の幅も7センチぐらいで、でっかいなたでは済まない自慢の一品だったそうです。無言で山刀を差し出すと、子供はこくりとうなずき、頼むぞと言い、道中疲れたり、迷ったらこれをかじれと草の入った泥団を。後ろから嫌な気配がしたら、これを打てと、じいちゃんの鉛玉に爪で文字?盆字?じいちゃんは字が読めんからよくわからない細工をされて持たされた。じいちゃんが子供の頃、先代や先々代がこの辺りの山には、子供の格好をした神様がいる、って出会ったら、粗相のないようにと言われたのを思い出し、犬の首を離してそのまま土下座した。隣の犬も自由になったのに、その場で伏せたようだったそうです。じいちゃんが頭を上げるともうそばに誰もおらず、でも確信を持って祠に戻ると、さっきはなかったご神体、犬のようなご神体が鎮座してて、じいちゃんはやっぱりなと思いながらヤブを刈り苔を取り、祠をきれいにして、干し肉を備えた。じいちゃんは神様のお使いとばかりに喜び、しかし出雲大社など行ったことなどないぞと焦りました。その時、はっきりと声が聞こえ、その声がまっすぐ進め、犬は置いていけ、と聞こえたそうです。じいちゃんは、この犬を拾ったのはここほど深い山だったな、なるほど、納得。犬も神様のものだったか。道理で胴体だけで1メートルもあるし、熊も倒すわけだと思ったらしい。そっからじいちゃんは深い闇を何度も死にかけながら、でも確実に前から引っ張られるように歩いて、玉とか薬と火種と草団子が尽きるまでに出雲大社のふもとに着いた。着いた時に気がついたのは何ヶ月も風呂に入らず、さらにみすぼらしい服の山男。自分が出雲大社に入るのがとてもとても恥ずかしく思い、
鉄砲と火薬と弾を質屋に入れて、宿に泊まり、風呂に入り、それなりの服とお供え物を持って出雲大社へ。さてと、出雲大社の前に着くと、待ちかねてましたぞとじいさんは出雲大社の裏山に連れて行かれ、神主にかしこみかしこみ？よくわからんが、何か言われて山刀を持って行かれた。それから、巫女さんが7日7番、祈るというので、長いねと言うと。あなたの牙は血を吸いすぎです。にっこりと言われたって。じいちゃんは巫女さんが驚くほど綺麗で、だから一生懸命言い訳をしたって。先々代受け継いだ刀だから、たくさんの血を吸ってるが、自分はまだ養子になって10年だと。自分がやった血でないと。巫女さんはじいちゃんの話を聞くと、クスクスと笑ったんだって。7日7夜の間、まあ出雲大社の話は省く。帰り道は驚くほど、足も軽く後ろから押されるようだったそうだ。で、じいさんがあるはずのない沢と祠がある山に入ると、じいさんの犬がいて、犬の後を追いかけたら沢に出たらしい。祠にじいさんの山刀を収めようとしたら、後ろから声がして、振り向いたら子供がいた。すごいニコニコして、両手を出して張り裂かんばかりの笑顔だったらしいです。じいさんは山刀を渡し、綺麗な巫女様に迷惑になったと告げると。知っちょる。美しかったであろう。って言われたと。こっから神様が獅子と戦うんけど、続きいる？獅子と戦うってか、大きな犬か狼がじいさんの山刀を加えて、倒したんだって。で、じいさんが生活の糧にしてた銃と山刀がなくなって困ってた話になる。じいさんが生活の糧をなくして山から降りて何ヶ月も家で寝てたら、美しい巫女様とじいさんの山刀を大事に両手で抱えてる子供が、夢に出てきたそうだ。子供はじいさんに笑顔を向けて、隣の巫女様も嬉しそうです。巫女様が。この子が封じました。だが、牙は返しなさい。巫女様が優しく言う。子供が泣きそうな顔をしたので、じいさんは刀も差し上げます。お使いくださいと言ったらしい。そしたら巫女様が優しく言う。子供よ、主のために糧を失った。面倒見るとはっきりと言いなさい。子供はわしが面倒見るとはっきりと言い、両手に抱きかかえていた。山刀を巫女様に渡し、大きな大きな犬か狼。違うとこは、真っ白な体に真っ白な髪の毛が耳の後ろから垂れてた。まあじい様の話は適当でいいんです。僕のじい様が体験した話が素敵なんだけど、聞いてもらえますか？じいさんが山刀を渡すと、子供が日本刀のようなものを渡してきた。じいさんが抜くと歯が半分以上折れてた。じいさんが折れてると聞くと、子供は泣きそうになったらしい。そして、じいさんの犬に、折れた牙の後を紐で根をくくった首輪を結んだ。犬が、嬉しそうです、悔しかった、って言われた。山刀を子供に渡すと、子供は見るからに立派な鞘の刀を渡してくれた。じい様が抜いていいかと聞くと、恥ずかしそうな顔で、こくりとうなずく。じい様が鞘から刀を抜くと、とても美しい両刃の、しかし30センチぐらいで折れた、軽く反りのある刀だったそうだ。鞘の長さは2メーター近くあり、じい様は子供にさぞ立派な刀だったのですねと言うと、じい様の犬に立派な牙のついた飾り付けを犬の首に巻きながら、こくりとうなずき。そちには迷惑をかけたな。今日はここで休み、明日にも裾へ歩け。山で牙がないと困るであろう。それを持っていけ。と言ったらしい。じい様が鞘に刀を収め、改めて子供を見ると、あたりには誰もおらずただ犬の足元に魚と木の実があったので、魚を食べてその日はそこで過ごし、翌朝改めて祠を洗い、頭を下げ、いざ麓へと振り向いたら、じい様の体を風が突き抜けた。よよよとふらつきつつ前を見ると、とてもとても大きな山犬か狼が凛と立ち、足元にじい様の犬を携え、口にじい様の山刀を加えて立っていたのだと。じい様の犬が、誇らしげだったのにちょっとムカついたとも言ってた。その大きさはじい様の犬の3倍ほどだったという。ただ尻尾が胴体ほどあり、見事だったらしいです。左の牙のは、今でいうサーベルタイガーのようですが、右の牙は折れてる。そこに加えたじい様の山刀が横に出て、ああ納得と思ったじいさんは、改めてお辞儀をし、家へ向かって歩き始めた。じい様の犬が当たり前のように先導するので、ついて歩くと1時間ほどで麓に出た。1時間ほどで麓に降りれるわけはない。
普通は2日かかるぞと思ったが、まあこんなものかなとも思い、家に戻った。家に帰ったじい様は、これからどうしよう、畑でも切り開くかとか思いながら、何ヶ月も家でゴロゴロして妻の畑の手伝いでもらう少しの糧で食ってたらしい。ある夜夢を見た。その夢はとてもとても美しく、楽しく、人に語るのも惜しかったみたいだった。夢の中、じい様は出雲大社で見た巫女様と、両手で山刀を抱えた子供がいて、巫女様が、そなたの牙で子供が火を封じました。とニコニコと微笑み伝えてきました。隣の子供を見ると、ニコニコと喜びとても誇らしげだった。じい様は嬉しく思い、お役に立てて嬉しく思います、幸せに思いますと言ったら巫女様が、そなたの糧を得る手段も捧げたから勝てた。みたいに言って、子供の頭を撫でながら、せめて牙だけでも返しておやり。と子供に優しく言ったらしい。子供は大事に両手で抱えてたじい様の山刀を、泣きそうな顔で差し出してきた。じい様は子供がかわいそうになり、わしは子供から立派な刀を借りている、それで至極満足してます。山刀は納めますという。巫女様が、さればそなたの糧までもらってしまう。ならば、子供にそなたの糧の面倒を見せましょう。と子供に諭すように言ったらしい。子供は先ほどと打って変わって、すごく嬉しそうに笑いながら、山刀をぐっと抱きしめ直したら、わらわがわらでの面倒を見るぞ。糧がいるときはわらわの家に来い。犬に案内させる。巫女様と子供が去るとき、子供が犬の後を追って来いと言い、子供は巫女様の後をついて去っていった。じい様はそこから一歩も動けぬまま、でも追いかけたくて、追いかけたくてどうしようもないままに目が覚めた。その日、じい様は山へ行こうと山小屋への道を歩いてると、道から離れた場所にじい様の犬がいる。犬のいる場所に藪をかき分けていくと、踏み鳴らされた道があった。これが子供の言ったことかと奥に進むと祠の沢に出た。沢に出て、祠に手を合わせていると後ろから子供の声がした。振り向いたら、子供がじい様の山刀を大事に抱えてる。もうその時のじい様は子供を神様と認定していたので、土下座したらしい。頭を下げていると子供の声が、このキノコを町に降りておれ、いい薬になる。と言われた。頭を上げると、とても持ち帰れないほどのキノコと魚と木の実が置いてあった。じい様はとても持ち帰れない、明日はカゴを持ってくるので今日はキノコを持って帰ります。と言いまた頭を下げた。子供は、いつでも来い、わらべが来るのをいつでも待っておるぞ。とじい様に言うとひゅって消えたんだって。そしてじい様の犬が偉そうに座ってる。クソ犬めと思ったが、神様のものに手出しできず、帰るぞと言ったら犬が歩き出したので、キノコを抱えて犬の後ろをつけて歩いた。ああやはりと思うほどの時間で麓に着いた。じい様の持って帰ったキノコは町で高く売れ、じい様の持って帰る魚は村で喜ばれた。それから何年も経ち、ある日祠に行くと案内してたはずの犬が、祠の前で伏せて動かない。じいさんがそばに寄って触ると死んでた。じいさんは犬を祠の隣に埋めて、手を合わせていると風がじい様の体を吹き抜けた。振り返ると、大きな尻尾の大きな山犬か狼が、凛と立ち足元にじい様の犬が誇らしげにいて、すごく安心した。帰り道は当然のようにじい様の犬が先導してくれた。ここでじい様の話は終わり。では、みんなのコメントを見ていきましょう。こういう神様のほっこり話が好き。物や生き物や自然に敬意を払う話は後味がいいな。RPG 風に言うなら、山神の籠を得た、だな。効果は山の中でモンスターエンカウントなしでレア素材の確定入手。若い人は知らないかもしれないが、昔漫画日本昔話、という番組があって毎週こんな感じの話をしていた。海外の評価もハウス世界名作劇場とともに高かった。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。